ちは、あのインターン生のベラニカです。で今回は前回に紹介したアンキっていうアプリについてもっと詳しく話したいと思います。まずあのアルゴリズムについて話したいんですけど、何か習ったら忘れるまでにどのぐらい時間が経つのか分かりますか？実は私ですら分かりませんが、1880年に研究者のエビングハウスはその期間の計算ができました。その研究によって何かを習うと1日間後、3日間後、7日間後といった頻度に練習したらもっと思い出しやすくなるっていうことが分かってきました。そういうプロセスを通して情報が短期記憶から長期記憶に移動されるっていうことです。このアルゴリズムは SR、感覚の復習と呼ばれて、 SR に基づくアプリが SRS 三角の復習システムと呼ばれます。その一つが暗記です。で、いろいろな SRS がありますが、暗記がすごく柔軟であるポイントが特殊だと思います。機能を作って加えたり、 CSS や Python でデザインを変えたりできますから、特にプログラマーや IT に興味がある人に最高だと思います。では言語の勉強の上ではどう使えばよいでしょうか？文法の場合では close deletion っていう機能が一番適切だと思います。この機能を使うとカードの表には言葉の一部が隠れて、どの言葉を入れれば自然に聞こえるのかっていう練習になります。例えばもしかしたらこの次のフレーズを習いたい。それが彼はキャプテンっていう立場にあってチームをまとめるために苦労しているっていうことを使ってにあっての文法を勉強するとします。で、close deletion っていう機能を使ってカードの表が次のようになります。それが、彼はキャプテンっていう立場にチームを求めるために苦労してる。で、ヘントは、その文法の意味、この場合ではそれが何々の状況でっていう意味ってになりますけど、で、裏の方では、その言葉と文法の使い方を載せます。そうです。で、この場合では彼はキャプテンという立場にあってチームをまとめるために苦労している、それが正解で、その文法の使い方が名詞、いつもにあっての前に名詞使わなきゃいけないんです。それが文法で、単語の場合では close deletion と basic、 それが表に単語、裏にその意味のカードの2つの種類が可能です。どちらの種類を使ってもカードの表に言葉を外国語に載せて裏に日本語に載せたら、受け身的なスキルが練習できて読解などに役に立ちます。逆にして表に日本語、裏に外国語を載せたらもっと能動的なスキルがアップさせて会話に役に立ちます。例えば、close deletion を使いながら、能動的なカードを作成するとしたら、次のようになります。で、表に、例えば、各分野の代表が集まって、この問題について、ニュンニュンした。で、裏の方では、各分野の代表が集まって、この問題について、討論した。で、その下にその討論の漢字の読み方が書いてあります。で、聴解の場合では最後に、単語や言葉の音声ファイルをカードの表に載せて裏のに音声に合わせる文字を載せたら聞き取る訓練が可能です。暗記の優秀しているプログラマーのファンのおかげで
あのいろいろな暗記と一緒に使えるようなソフトが開発されてきました。でその中では Sub2SRS が目立ちます。好きな海外からの動画やドラマなどのファイルと日本語と外国の2つの字幕ファイルを合わせて、5秒から10秒までの長さの映像に分けてくれることがあの Sub2SRS で可能です。で具体的に言うと表にそのシーンから の, あのスクリーンショットの画像と、そのシーンの音声が載せてあって、であの裏の方ではあの、まあ、正しく聞き取れたかどうかを確認するためにその裏の方にそのシーンの音声と日本語の字幕とあの外国語の 字幕が載せてあるっていうカードの作成がこ の, あのソフトとして可能です。で最後にあの注意点はあの3つあります。一番が一つのカードに情報を入れすぎないでください。あの1か2行だけで十分です。2番は情報を1回習ってから暗記で復習してください。暗記で習わないでください。で、3番は毎日暗記の復習を行ってください。じゃあこの動画に気に入ってあのチャンネル登録といいねお願いします。ありがとうございました。